どうもダナタです。では、ヒロトラやっていきましょう。 V タワーですね、本日6回目、0時更新ということで7月30日です。前の動画で見てもらったら分かると思うんですけど、まず新しい、バッグ号が手に入りました。なので、早速セカンドフロアで使ってみたいと思います。あと戸賀卑弥呼さんもね手に入りました。新宗くんは、まあ、強さ次第ではここのファーストフロアで使おうかなと思っております。さあ6490ポイント、現在ランキングは95位なので、まあやっぱ6500ポイントは必要なのかなというところで、まあ実際6500ポイントが出せるのかどうか早速やっていきましょう。して、いろいろオートスキルもつけてかなり火力とかも上げれる状態にしております。さあ早速やっていきましょう。いきなり見つけましたね。だいぶねクリティカルがつけれるようになってきてるので非常に強くなってます。もうすでに はい、ではプルスウルトラを打っていきましょう。はい、出血がつきました。はい、拘束もつきました。いい感じじゃないですかね。はい、では次郎さんのブルースウルトラを打ちましょう。混乱はさすがにつけれない。ではここら辺がだいぶ安定してくると、うん、6500っていうのは必然的に見えてくるのかな。やっぱり3体引けたのはでかかったっすね。今回ガシャで一気に結構今回のね、やっぱりガシャがかなり渋い状態だったので、だいぶもうみんな嫌気さしてるんじゃないかなっていうぐらいひどいガシャ内容になってますけどね。でもそれを諦めずにやってるのはいいんじゃないでしょうかね。クリティカルですよ。これで決まりかな。はい、まあもうファーストフロアは安定の戦いっぷりじゃないでしょうかね。テクニカルが弱かったか。まあまあまあ2000ポイント一応超えてきたんで、さあ実際このかっちゃんがどこまで強いのかっていうところですね。あまりテクニカルがつけれないみたいなんで、まあ、実際やってみてっていう感じでしょうね。で AP ショット定格で、でまず AP ショットを打ち込みましょう。はい、ではこういきましょうか。あ、失敗した。だいぶカチカチの状態になってるんで、
かなりのダメージカットが入っていますね。27,000でかいね。さあ今のところ状態異常が全くつけれてないんでね、一応クリティカルは何個かつけれてる状態かな。じゃあ行きましょう。中確率ぐらいの欲しいっすね。そうなってくると、少しやっぱ低角なんで出にくいですね。はい、では打ち込みましょう。バカ強いって感じはないかな。はい、という感じですね。一応テクニカルはまあ続く感じだけど、この点数では更新はできないな。まあ、ただここの最終フロアを一応戸賀姫子を入れたんで、まあ、出血も使える部分もあるんで、俺が正す。どうでしょうかね。援護します。私の援護。はい。では早速フルスロットを打ち込みましょう。よう、つきました。そして出血もついた。あ、いいですね。これバカ強えな。それ回復しましょう。うん、かなり強い。援護しますわ。さあもう一回出血がつけれると思います。高確率つくんちゃうんかい。ではクリティカル率を上げましょう。今印象がつきました。さて、ただピンチはピンチ。出血はつきましたね。お前も英雄気取り、誰が相手でも容赦はしない。サクライもついた。状態異常つきまくりで死んじゃいました。殺
はいはいと。いや、もう少し覚醒状況が良くないときついのかな。はい、終わりです。早くなりましたね、やっぱり。ここで2400ポイント出ないよな。全然点数足らねえ。やはりもう少しクリティカル率が上がってこないと厳しい。ってことはクリティカルを上げれたら、はいはいはい、ショートが使えるんだよね、多分。ここでここを最終フロアじゃなくてここに入れて、これでいいんじゃない、パーティー的には。まあ適当でいいや。多分もう5人目は不必要な状態になると思います。んで、これをクリティカル率を上げると。んで、真相まだレベル上げてないからな。でプルスルートラ こんなにいらないな。それだったらこうでいいんじゃない。よし、ではでは、ちょっともう一回やってみましょう。多分ね、かなり上の方に行ける気がしてきた。で、うまくいけばテクニカルつけれるようになってくると思うね。はい、ではやっていきましょう。上げてくよ。ブレッシュ。やります。バラバラにしたいの。刺します。嫌い。こうこうこう。うちのでダイジェットに響かせる。私がやります。打ちをします。いや、3人ともプルスウルトラを起動させます。出血がつかないとね、きついよね。混乱つくか、あ、一応つきましたね。状態異常がすごいついてくれたらこっちのもんかな。はい、ではこういきましょう。結局ミナタの何がいいかっていうと、やっぱ大量のクリティカルを発生させることができるんで、非常に使い勝手いい。で多分テクニカルポイントも上がってくるんで、さあでも一応状態異常ついてほしいですね。あ、つきましたね。4万まで上げれるかも。あ、ダブルつきましたね。はい、これは結構高得点が期待できるんじゃないですか。うん、いいですね。強い。倒しましたね。これ2050ポイントぐらいまでいくとかなり熱い展開になりますね。
あのシェクリティカルがつかない。2000も超えてこない、きつい。2000超えないのはちょっときついな。さあただここで挽回ができるかどうかですね。で、こう、こう、こうですね。でも早速プルスウルトラを放っていきましょう。ダブルでつきました。つけやすくなるんですね。ショートのいいところはそこですよね。はい、では氷結つけましょう。ではでは、結構しぶといね。だいぶしぶと。ではここでも状態異常かけていきましょう。かかんないのかい。氷結がつけばいいんだよ。あ、一応燃焼ついてるね。あ、よかったよかった。やっぱ死なないことが大事なんでね。つけれるって書いてるのつかないよね。そんなに甘くない。あ、この氷結がついたか。うまいこと氷結つけれたらね、無条件でクリティカル発生ができるんでね。これ倒しましたね。ただ火力的に弱いから、最大ダメージが200ポイント超えるか超えないかぐらい。超えないよね。一応2197ポイント、まあ、ここで必要なのは6400ポイントですね。トガヒミコがやばいぐらい強い。ここを守りましょう。
私が守ります。私の家に間違いません。私に任せます。3万しか見立てられてますね。さあ早速クルスウルトラを上がっていきましょう。高確率で認証がつけれるので状態異常を戸賀さんに任せるっていうのも一つの手かなと思われます。一応中確率で出血もつけれるんで普通のスキルも。でユニットが強くなるのはいいんだけど、強くなりすぎるとクリティカルとかな稼げなくなってくるので、やっぱ中は若干弱めのユニットも入れるべきなのかなと思います。さあ高確率で出血がつけれるか。 OK つけましたね。しない。うんうん、オールマイクにつけて、これでもう終わらせれるんじゃないですか。はい。なんで多分ターン的に厳しいですね。クリティカル率がかなり低いんで、あ、他がまずまず良くても来たらね、きついですね。はい、というわけで、まあなかなかね6500っていう壁がきついですけど、あと10ポイントなんで、やっぱうまいことクリティカルつけてこう更新していくしかないんでしょうね。はい。ほんで、まあ一応現在クエストの進行状況は、マックス前手に入る築地ですね。今12枚目、12枚目からはもうルーティーンというかいつもの感じの、くじ引きになってますんで、まあそれまでに集めれるものはガンガンに集めていった方がいいという流れですね。はい。というわけで、実際に新しいユニットを使って攻略動画を上げてみました。あとはもうターン数とかラーでクリティカルをどこまで、クリティカルテクニカルがねどこまでつけれるか、まあそれによって点数がだいぶ幅ができてくると思うんで、まあ頑張っていきたいなと思っております。はい、というわけで今回の動画は以上となります。この動画が良ければまたチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。スターターでした。